まあ、優しいと人間力はイコールじゃないと思うんですけどね。テニスをどうやったら上達できるのか、早く上手くなりたい。敵がこっちを照らしてたな、フェデラー、ナダル。嫌なこともみんなのために言ってるみたいなとか。そうね、で受け入れてたよね、うん、ジョコビッチはね、うん、でそれが今回のメドベージェフ、もっと悪いやつが出てきた時にね、ジョコビッチが光ったよね、うん、いいこと言ってないからですね、うん、メドベージェフ。そうだね、みんなのためにあれはもうほんと感動的やったな。ジョコビッチが初めてみんなに愛された瞬間を見てしまった、うんね、ジョコビッチの人間性も悪くなかったと思うよ。よかったですよ ね、うん、ずっとよかったですよ、うん、あまりにもフェデラーながら良すぎて、そういうことや、みんなが好きやったよ、そっちが。まあね、だってまあ試合中の態度いいもんね。こんにちは、T スタイル26テニスクラブの竹志コーチです。中原コーチです。白津です。 T スタイル26テニスクラブラジオを始めます、この動画のコンテンツは音声のみでお届けしています。久しぶりですね、ラジオ久しぶり、元気やな、スミコーチは。すごい元気、クオリティがやっぱあの以前のままや、ね、元気やな。声が大きい、ほんとね、マイクあんのにすげえ声が張っちゃうんですよ。張っちゃうんですよ。いや、いいことよ。いいこと、いいこと、いいこと、すごいわ、うん。まあ、今回の、テーマがですね、テニスの5大要素と、うん、5ゲームシチュエーション、うん、5つの状況ってやつですね、はい、を、まあ、ちょっと文章に、まあ、可視化して、文章とグラフにして、なんか難しいね、そうですね、円グラフ、うんうん、でこうパーセンテージを 100% か、5つの要素を 100% のうちの、うんうん、まあ、5分割、うんうん、人間性、体力、うん、技術力、精神力、作戦力、うん、この5つを、100% の円グラフから、まあ、こう何パーかこう分けたんです、5つに、うんうん、で5ゲームシチュエーションは、サーブ力、リターン力、ベースライン力、アタック力、ディフェンス力の5つ、うん、これを、円グラフにして、まあ、どれがこうテニスに勝つにおいて、うん、まあ、勝つとか上達、上達、あ、うん、そうね、上達において、うん、まあ、必要か、うん、考えてみようと、はい、いう企画です、はい、まあ、まあ、これはもう上達か、上達するったら人間性、確かに。このシリーズ長くなると思うんで、多分10回ぐらい続きますの1回目、1回目、はい、ちょっと僕らもね、まだこう分かんないね。そうですね、うん、どうなるか、うん、今ちょっとあのベッキーコーチ、中原コーチ、たけしコーチ、あと中原愛斗選手の、4パターンをちょっと今グラフにして僕ら目の前で見てるんですけど、4パターンね、うん、はい、でここでちょっと出した方がいいんじゃない、ベッキーコーチはこれ、あ、中原コーチはこれ、スミコーチこれ、はい、愛斗はこれ、うん、まあなー、面白いよね、だから4パターン出たもんねこれ、うん、こう、まあ、事前にね、うん、4人にこう円グラフでこう重要だと思う、うん、まあ、その5要素と5つの状況で重要だと思うとか、まあ、そのどのぐらいの量かっていうのをこう円グラフにしてもらったよね、うんうん、でもみんな違うもん、ほんますね、うん、でベッキー綺麗やわ、いやいや、あれでしょ、わざと違くしに行ったんでしょ、あ、違う違う、これ本当にみんな見てないよ、もう本当に何もなんでそんな人を信用しない、いつもね、普通に考えたらって信用しないよね、え、本当よ、本当みんな聞いてないよ、そう、ベッキーは綺麗な、なんすかこれ、うん、いやだってこれがいいじゃん、一番これ言ったら、言うたら一番ベッキー何にもしないよ、特にこれ俺がこう最初に均等に分けただけ、それでいいじゃん
サーブ、5ゲームシチュエーションではサーブ、リターン、ベースライン、アタック、ディフェンスを全部 20% にしたんですね。そうそうそう。いや、ほら、やっぱり、コーチ目線だったらこうなんですよ。うん。まあ、全部大事っていう、うんうん。そうそうそう。じゃあ、この、5大要素、うん、作戦力、精神力、技術力、体力、人間性も全部 20%。 まあ、コーチ目線だとこうなるでしょ。うん。だからもうエクセルとしては何にもいじってない。なるほど。そうです。俺が作ったまま。いや、でも結果こうならないんじゃないですか。うん、そうね。ならない、ね、ならない。でも個性が出る。そう、気持ちはこれだよ。うんうんうん。いや、これさ、こう時間軸もあるよね。うん、だからこう気持ちはこれだよっつって。テニス始めた頃とか、うん、それがね、時間が経っていって、うん、その子がどうなったかとか、うん、まあジュニアとか大人でもね、うん、状況違うし。そうですね。そうなんですね。うん、まあまあ今のテニスやったらどうなんですかね。うん。まあだからベッキーがこれね、うん、で次がたけしはこれです、ね、これか、はい、たけしがこれ。偉いな、割り振りを。まあね、まあ5つの要素からいくと、これは何パー、体力にやった割り振り、体力を 30% にします。あ、確かに。で、うん、メンタル、精神力20、うん、まあ、作戦20、うん、人間性20、技術を 10% にしました。うん、じゃあエクセルの仕事としたらもう2つしかいじってないってことやな。ああ、そうですね。ほんまや。まあね、これはあれやな、ちょっとたけしは10歳以下とか、うん、そっち目線で考えたらやっぱり体力っていうところがこう一番出ちゃうっていうことじゃないと。そうですね。その身長とか、うん、体重とか、うん、もうフィジカル的なものがあってメンタルがあるんじゃないか。で、技術はまあ後からついてくるんじゃないっていう。10歳、はい、まあ、まあ確かに10歳やったら技術力変わらんかもな。うん。で、人間性はやっぱりあってほしい、やっぱこうっていうところだね。難しいですね。なんかちょっとこう、うん、ちゃんと礼儀正しくやってほしいなっていう、なんかそう思い。あ、まあまあ礼儀正しく僕はあんまりやる必要ないと思う。僕は、まあ、勝つために礼儀正しくなくてもいいんで、うん、こうアメリカンね、フランク全然全然いいんで、うん、素直さは大事だなと思うんですよ。うんうんうん、そう、インプットするね。うんうん、その辺かな。うん、と、まあ人間性、まあ、知識、知性とか知性ね、うん、があったらいいかなって思いますね。うんうん、まあだからその知性で言うとちょっと作戦力とかぶってくるじゃん。うんうんうん、いやだからその、いや僕が思ってる知性は、うん、きちんとコメントできるか、うん、憧れられる存在としてこうきちんと振る舞えるかと、うんうん、本当のとこはどうでもいいんです。そこがやっぱり大事、スポーツがこの先ね、うんうん、大切やな、はい、その辺です、割り振り。で、たけしのシチュエーション、はい、の方が、まあ、サーブ力が 35%、でリターンが 20%、そうそう、うん、ベースラインが 20%、 20%で、アタックが 15% で、ディフェンスが 15%、うん、もうサーブとリターンもう基本ここかなっていう。そうなんですね、うん、そうなんですね。そうよね、重要やね、重要なんですよね、一番やっぱこうサーブ1球目で、まあ、まあなかなか10歳以下ちょっと難しいかもしれないですけど、まあでも入る入らないと、うん、あとはその優位に立てるかどうかとか。でもサーブ先に磨いておいたら後々やっぱ楽かなっていう。そう思います。うん、まあ基礎的なところでね。そうですね、大事ですね、うんうん、悩むもんね、
まあ、将来を見据えてと、まあ、テニスっていう競技場、うん、サーブから始まる、そうですね、リターンから始まるっていう、うん、でリターンが調整できる人は多分ベースラインとかもうその当て方とかやっぱそこにつながるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、そうね。でもめちゃくちゃサーブだけすごいあれですね。ただ僕はすごく思うのがその僕は中原50も話したんですけど、そのレッスンの時間においてはこれはちょっと逆転するなっていうのがちょっと思いますね。サーブの方が練習量的なものは、まあ、時間的に言うとちょっとやっぱ少ないのかなって。確かにね、うん、やっぱこうストローク、ベースライン力とかディフェンス力の方にちょっとこう重きを置く傾向があるなと。うんうんうん、まあ、でもこっちのアタックするところも結構多いんですか。うん、そうですね、うん、サーブリターンはねあんまりしてる方ですよ、だからうちは、うん、必ず入れるからね、うん、まあ、技術的な項目がねやっぱりサーブっていうスキルに関しては時間がかかるし、うん、やっぱこう項目が多い、ね、やることが、ね、うん、だからある程度こう選手の方にプレイヤーの方にこう理解がないと、うん、なかなか時間がかかるね、うん、時間が取られる、うん、まあでも小さい頃からしてるから200キロとか打てるようになるはずなんで、うんうんうん、やってないとあれなんですけどね、うん、必要なんですけどね、うん、はい、これがで、あ、こっちから行こうか、はい、これ中原コーチは5ゲームシチュエーションで言うとこっちから行こうよ、こっちから行ったら5大要素、5大要素から言うと、うん、作戦力が一番、あ、作戦力と人間性が 30%、うん、これもうこう希望ですか、これ。そうだね、もうこれはもうあの希望ですか、代表というもうあのかあの監督的な位置から見た時の希望が大きいね、うん、そうですね、うん、意外、体力、テニスっていいですね。うん、はい、T スタイル26テニスクラブの武志コーチと中原コーチと白津でした。さよなら、さよなら、さよなら。